皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、手頃な値段で買えるはんぺんを使ってめちゃくちゃ美味しいね、絶品のおつまみを紹介させていただきます。やっぱりはんぺんっておでんの具材やこう鍋に入れたりとね、煮込むイメージがありますが、焼くとめちゃくちゃ美味しくなりますので、ぜひ一回焼いてね、このおつまみ作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はんぺん1枚、明太子、まあ大体1本分ぐらいですね。今回約 30g です。バター 10g、チューブのもので構いませんので、おろしニンニクを小さじ1杯ほど使います。材料は以上です。まずはこちらのはんぺん、食べやすいね、一口サイズにコロッと切り分けてください。ちょっと大きめの一口サイズがいいかと思います。その方がね、このふわっとした食感も感じられてめちゃくちゃ食べ応え出ますんでね。そうですね、9等分ぐらいにしておきましょうか。はい、こんなもんね、コロコロっとちょっと大きめの一口サイズに切り分けます。はい、お次はこの明太子、普通の明太子でもからし明太子でもお好みの方を使ってください。そしてちょっとこのね、薄皮が食感悪くなるので、中のこの身だけを使います。はい、ちょっと広げていただいて、包丁かなんかでね、細げ取るような感じで薄皮から卵の部分だけ取り外してください。あー、このまま熱々ご飯にのせて食いたいな。でも今回はね、こいつとはんぺんでめちゃくちゃ美味しくなるんで。はい、しっかり薄皮から外して、このプチプチの卵ちゃんだけを使っていきます。はい、はい、これで OK。 お次はね、フライパンを中火で温めてください。そこへ切り分けておいたはんぺんをね、並べて入れます。はい、中火で表面を転がしながら焼いて、美味しそうな香ばしい焼き色をつけていってください。よいしょ、もうこれ油とか引かなくて OK です。はい、はんぺんね、時々転がしながら表面に香ばしい焼き色、こいつがポイントになってきますんで、中火で焼いちゃってね。マジでこれはんぺんを焼くとね、美味しい。このふわふわの食感に香ばしさが加わるんでね、いい感じの焼き色を全体的につけていきましょう。はい、こんな感じですね。この側面とか表面を全体的に香ばしく焼き上げる。そしたらね、もう火を止めちゃってください。そこへバター、そしてチューブのニンニク小さじ1杯ぐらい入れます。はい、これをね、余熱で溶かしながらはんぺんの表面に絡めちゃってください。もうフライパンチンチンになってるんで、余熱で全然大丈夫。めちゃくちゃいいバターとニンニクの香り。はい、しっかりバターが溶けて煮絡んだら仕上げですね、明太子。はい、再び混ぜ合わせながらこいつを表面に絡めちゃう。加熱しすぎるとね、明太子ボソボソになっちゃうんで、余熱ぐらいがちょうどいいです。はい、全体的に表面にまとわりつかせながらね、はんぺんと明太子を炒め合わせる。はい、もうこのもんかな。明太子の方は半生ぐらいで OK。 はい、いい感じに表面に明太子が絡んだら盛り付けていって食べちゃいましょう。はい、こちらね、あればおネギなんかをトッピングしていただいて完成。それでは、キュームアップをいただきます。うまい。やっぱガーリック明太バター定番の味付けですが、このふわふわのはんぺんをね、香ばしく焼き上げることで、表面はね、なんかパリッとほんと香ばしくて、中はシュワッとした感じでめちゃくちゃうまい。その表面に絡みついた明太子ガーリックバターがマジで美味しいのよ。これ酒進むやつ。うん、うまいな。いや、日本酒、焼酎、ビール、なんでも濃いっすよ。うますぎ。